ペンチを奪われたジェイソンはグールの医者である笛口麻希に再び拷問道具を作らせていた。身の危険を感じた笛口は妻涼子と娘ひなみをアンテイクに預けることにする。完成品を受け取るためジェイソンは笛口の診療所を訪れた。これを持ってさっさと出て行ってくれ。さあ第5章やっていきましょう。月山のSレアを手に入れたので今回パーティーに入れています。これはいいね。やっぱりいい仕事するね君は。もうここには来ないでくれないか。静かに暮らしたいんだ。頼む。というわけで麻希さんを守りながら戦えばいいんですかね。嫌なんだ。で、一応金木使ってきたんですけど今まで、月山がですねかなり強いので、今回月山使ってやっていきたいと思います。こいつねかなり強いんですよ。知らない間に敵が溶けるんですよね。せいせいせい。オッケー。でですねスキルもかなり強くて、あ川が流れてる。結構水の感じも、おなんだすげえのがいいな。カットインがね入るんですよ月山ので。またこのなんていうの、属性解放っていうか、この衝撃波みたいなの出すやつがまあ強くて全員混乱になるんですよね、周りの食らったやつね。まあまたボス戦が来たら見せようと思うんですけど、ジェイソンかなここのボス戦は。勝って勝手を振る舞えるのは強者の権利。来ましたねジェイソン。とりあえずこれ使いましょう。で食らったやつは混乱になってしばらくの時間動けないんですけど、これが強い、強すぎる。相手何もできないまま終わっちゃうんでかなり強いですね。これで終わりかな。いやSレアの月山かなり強いですね。というわけで、5の2いきましょう。5章長いですね。これは逃げる系かな。中国語なんでねあんま分かんないんですけども、逃げたらいいんだろうか、いや倒せばいいんだろうか。倒せんのかな。ほうかちゃんが死んじゃったらいけないような気がするんだけど、うわ強っ、待って敵強い。かなり強いですね。 HP が回復するアイテムがあるんですけど、逃げてください。 OK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 。待ってこれトウカちゃんもなんでこっち攻撃してくるの。ちょっとやめてよトウカちゃん、ひどいな。あやべ HP 回復のアイテムが なくなってるんだが、ちょっと笛口2を展開してる窓さんがいるけど、とりあえず生き延びなきゃダメだな。回復アイテムはあれ時間が来たら消えちゃうのか、それとも敵が、ちょっとトウカちゃん痛いってマジで、あのちょっと待ってトウカちゃんひどない。あと3秒2秒1秒これでいいんだろうか。トウカちゃんひどくないか。よしじゃあ5の3に行きますか。大学、大学じゃないな、町か。このジェイルの BGM とともにね、月山に切り替えよう。月山強い。またいるぞあの鎌を持ったやつ。オリジナルのね操作官が持ってる武器がなんかすごいんだよねこのゲーム。雰囲気だろうと思うんだけど、この鎌ね。
セイセイセイ。OK。なんか結構ね、このゲームはイベントがいっぱい来てて、ランキングとかも常時やってんのかな。すごいやることがいっぱいあるゲームなんですよね、これ。お、いるぞ。なんだこいつ。サイコガンみたいな両手についてるけど。スタミナがね、どれなんかよくわからんのですけど、なんか永遠に遊べてるような気がする。今小1時間これやってるけど、スタミナがなく、まあでもランクが結構上がるんですよね。うわー、なんかいるし、ダークソウル的なやつがいるし、強い、やばい、危ねえ、食らうとこだった。これボス戦なのか、いやでもまだあるよな、先に、この先にあると思うんで、とりあえずあれは温存していこう。吹き飛ばすやつね。あ、痛い痛い痛い、食らっちゃった。まあ、食らってもなんかね、月山の攻撃は回復するんですよね。あ、これボスだったんだ。よし、5の4に行きましょう。一応スタミナは6消費してるけど、さて月山に変えて、今回は月山界だな、月山が強いっていうことを見せれれば。お、敵は溶ける溶ける。これはあれか、耐えきればいいのか。そのうちボスが出てくるんだろうか。あー、なんか変わったやつがまた来てるな。この腕からチューブが出てさ、あの背中についてるボンベに2本さ、ハイヤーマインドなんか小型簡易バージョンみたいな。フォロー、どっちかっていうとフォローなのかな、高出力フォロー的な、よう分からんけど。OK。 まだ来るか、まだ来るね。くらえ。あ、外れたか。奥のやつ当たんなかったけど、まあ、月山でサクサクと倒していきましょう。まあね、金木も今のレベルで強化できるとこまではがっつり強化してるんでね、まあ、いくらレア度 B といえど全然現役で戦えると思いますけどね。オーケー、回復するのがでかいね、月山は。いいね。この盾持ったやつ結構硬いな。オーケー。まあ星3とまではいかなかったけど。さあ5の5ですね。で今回は、今回も敵を倒す、あんまなんかストーリー進む感じではないのかな今回。まあ、今んとこジェイソンがね、笛口親子をねあれしてるとこなんだけど、君はそこでお休み。まあ、マドさんとアモンが、ジェイソン。うわ、なんかこいつら急に出てきたぞ、この、アイス属性の、氷属性のグール。すげえな、カグネがマジで。なかなかグラはいいんだけど、このゲーム。まあ、その、東京グール本編に出てこないような、すげえ奴らが出てくる。オッケー。あー、いっぱい湧くね、ここすごい湧くね。スキル使おうか。 OK。 強っ、強い強い強いぞ、これはバランスが崩壊しそうだぞ。上かな。わ、なんかいるね、なんか待ち構え、待ち構えてるぞ。おい、これがボスかな。これを使いましょう。攻防場、
攻防状って何なんだ。シャンプーコンディショナーだっけ。やべやべやべ、こいつの範囲攻撃やべ、マジでこいつの範囲攻撃マジトランポリン。いいね、終わり。強いね。さてあと2つだけど、5章もそろそろなんか来るかな。あ、まだかい。じゃとりあえず月山使って、お、これはなんだ、これはこのタッチみたいな、なんだあれ、今の指みたいな、なんだったんだろう。これ調べるってことか。なるほどね、これを全員、邪魔されないように調べ尽くせってことだな。分かったぞ。その間敵が出てくるからめんどくせえけど、うまくやってね。まあでもあれでしょう、この相手がピオリアツ使えばこんなの一瞬で、まあ、終わるんだろう。よいしょ、これもしかして死体増えてる感じか。やべえな、食らってるな。攻撃をもらうと、この調査的なやつが一旦止まっちゃうんだね。まあ、今のクリア条件が何だったのか分かんねえな。星2つか。じゃあラストいきますか。5章ラストですね。いきましょう。一方、グール捜査官の窓とアモンもジェイソンが残したペンチを手がかりに笛口の診療所にたどり着いていた。13区の大物を前に窓、アモンの2人は駆逐を試みるが、窓のクイン家は破壊され、ジェイソンを取り逃がしてしまう。その後、窓はその場に残された重傷の笛口の存在に目を留めた。くそ、窓さん、クイン家が壊れてしまったな。さてと、このクズにはどんな使い道があるかな。アサキさん、ちょっと嫌なんだけど。世界を歪めているのはクールだけじゃない。ちょっとね、うわーって言いながらさ、あのブルーシートをめくるシーンですよね、これは。せい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 、これは多分あれかな、周り守りきったらいいんだと思うね。ウェーブがあるから、今第2波をしのぎきったんで、左上に出てるあの7波が全部で第7ウェーブまであるんですね。まあ、全部しのぎきればいいと、まあ、余裕ですね、多分。なんか変なのが出てこない限りいけるんじゃないかと思いますね。最後窓さんとか出てくるんちゃうかな。第7波目で窓さんとアモンが出てくるような気がしますけど、どうなんでしょうか。で次は第6波と。あー、なんか中ボスチックな捜査官いっぱい出てきてるけど、まあ、月山の前ではまあ無力ですよね。オッケー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 、おー出てきたね、アモンが出てきたね。うわ待って、避けられたんだけど、マジか。うわ、アモン堂島ぶん回してる。え、堂島だっけ。堂島だな、堂島だよな、クラじゃねえな、堂島だな。オッケー、こうやって寄らせて、アモンでさえも身動きが取れないっていう。あ、でもこいつ復帰早えな、ソニックウェーブみたいに出してるんだけど。オッケー、ということでですね、今回第5章やったんですけど、あんま話進まなかったね。というわけで、次回からは6章をやっていきたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。